お笑いコンビ、三四郎の小宮弘信と相田周二がこのほど、東京、麹町の日本テレビスタジオで行われた同局のバラエティ番組、HKTVINGO、シルダナツ、を笑い始め。バスター、16日スタート、毎週月曜深夜1時29分チルダ、地域により異なる、の初収録後に取材に応じ、お笑いにガチ挑戦する HKT48 にアドバイスを送った。三四郎の小宮弘信、左、と相田周二 HKT48 のメンバーが、漫才、コント、リズムネタ、フリップ芸などのガチなお笑いで、賞レースの決勝進出を目標に全力投球していく同番組。三四郎は MC を務め、進行を担当する指原莉乃も、漫才やコントなどに挑戦する。メンバーへのアドバイスを聞かれた小宮は、とりあえず舞台の数をこなした方が良いよね。身内の中だけで受けて潰れていった芸人はいっぱい見てきたから、それがファンの弊害ですよね、と助言。劣悪な環境の小屋、ライブハウス、もあるから、と言い、観客0人、という舞台での経験を明かした。それは、全般に出演する芸人がネタを披露するときに後半の芸人が観客で見て、後半の芸人がネタを披露するときに前半の芸人が見る。という状況のため、賞金が出るんですけど、みんな賞金が欲しいから一人も笑わない、小宮、という地獄のようなシステム。間は、みんな気を使うから、先輩が勝つんです、と、落としどころを明かした。その上で、小宮は、他の芸人とかも賞レースには出るから、その芸人に舐められな。異様なネタを作って、頑張ってほしいなと思いますね、とメッセージを送った。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。